Thank you.
行くよ。
るよ。次次。行くわよ。ついてきて。ほら、行くぜ。ついてきな。こんなもんか。遅すぎよ。僕の番ですね。えい！悪いね。終わりです。油断は禁物よ。よし。始めるぞ。力を使うぞ。アクセス。この程度か。一度待機だ。行くよ。準備はいい？おしまい。行くわよ。よし、任せて。よし。行きますよ。えい。終わりです。遅すぎよ。残念だったわね。始めるぞ。こんなものか。行くよ。おしまい。ほら、行くぜ。こんなもん任せて。行くわよ。ひとまず回復ね。こんな感じかな。始めるぞ。こんなものか。行くよ。おしまい。ほら、行くぜ。
行きますよ。やあ、悪いね。待機します。よし、任せて。これでどうだ。この技に耐えられる？くらえ！舐めてもらっちゃ困るわね。始めるぞ。一度待機だ。行くよ。行くわよ。こんな感じかな。やってやるか。これでいいだろう。僕の番ですね。終わりです。油断は禁物よ。よし、遅すぎよ。始めるぞ。一度待機だ。仕方ないわね。こんな感じかな。さあ、行くわよ。ほら、行くぜ。こんなもんか。僕の番ですね。よろしくお願いします。えい、いった。よし、勝てたみたいですね。
した野党たちが消えていく。まるでほどける糸みたい。やっぱり記憶の残滓だったみたいね。どうして私たちを襲ったのかしら。偶然。もちろん偶然なんかじゃねえよ。それはな、俺様がてめえらを襲わせたからよ。さっさとくたばっちまえばいいものを。まったくしぶてえゴミ。この俺様が直々にぶっ殺してやらなきゃいけねえな。バノッサさん、無事だったんですね。え、あれがカノンが探してたバノッサって人なの？うん、私たちと対立してるオプティスのリーダーバノッサよ。カノンも義兄弟って言うからもっと穏やかな人かと思ってたんだけど。だよね。でも穏やかな性格だったら最初から私たちと喧嘩にはならないって。それもそっか。でも変じゃない？夏美とカシスだけならともかく、どうしてカノンにまで攻撃をしたの？バノッサさん、僕です、カノンです。カノン？ああ、そうだな、確かにてめえはカノンだ。バノッサさん、僕ずっとあなたを探して。この裏切り者が！よく俺様の前にノーノーと面見せられたもんだよな。え、カノンよ。裏切り？何のことですか？どの口が吐きやがる。そこのはぐれ野郎と一緒にいるのが証拠じゃねえか。てめえはこの俺様を見限って去った。だからそうやってその連中に従ってんだろ。結局てめえも召喚術が使えるやつが力のあるやつの方がいいんだろうが。違います。僕の話を聞いてください、バノッサさん。てめえだけは俺様の味方だと思ってたのよ。ちょっと何言ってるのよバノッサ。カノンは必死にあなたを探してたのよ。そうだよ、どうして何でもかんでもそういうねじくれた方に考えるわけ。あ、てめえらせえな。あの憎いはぐれ野郎と同じ匂いがしやがるぜ。許せねえ。俺様のメンツとプライドに傷をつけただけでなく、カノンまで奪いやがって。絶対に許せねえ。憎いバノッサさん。ちょっと、完全に目がいっちゃってるね。バノッサは確かにもともと荒っぽい人だけど、いくらなんでもこれは。見て、バノッサの後ろにあの糸みたいなのが。あの禍々しい気配、カノンの時と同じだな。ええ、あのバノッサさん、しっかりして正気に戻ってください。アム、カノンの時みたいになんとかならない？うん、前みたいに近づいて直接引き抜くことができれば。そうは簡単にいかねえみてえだぜ。殺す。すごい。さっきバノッサの記憶から生まれてたんだ。やむを得ないか。戦うしかないようだ。なんとか弱らせて抑え込む。な余裕あんのかよ。あっちは俺らをやる気満々だぜ。でもそれでもやるしかないよ。信じてくださいバノッサさん、僕はあなたを裏切ったりしません。だからあなたを助けるために。
ここで負けるわけにはいきません。準備はいい？おしまい。仕方ないわね。ついてきて。行きましょう。やあ、悪いね。終わりです。戦闘開始だ。遅れを取るなよ。手は取るなよ。アクセス。僕たちにできないことなんてきっとない。どうだ。この程度。こんなものか。俺様の番だ。
暴れ足りねえぜ。よし任せて。こっちよ。俺の番だね。完了だね。はっ。よし。俺様の番だ。切る。はっ。暴れ足りねえぜ。俺の番だね。こんなものかな。よし任せて。私についてきて。一緒に行きましょう。まず回復ね。ほら行くぜ。足引っ張るんじゃねえぞ。ずれ。これでいいだろう。行きますよ。戦闘開始だ。遅れを取るなよ。これでどうだ。
油断していると痛い目を見るぞ。行け。この程度か。こんなものか。行くよ。やっ。よし。次次。よし、行くか。危ない危ない。こんなものかな。始めるぜ。大したことねえぜ。油断は禁物よ。私についてきて。よし。うん。えい。仕方ないわね。行くわよ。私たちの可能性、その目に焼き付けておくことに。ここまでかよ。ご愁傷様。ついてくるんだ。こんなものか。さあ、行くわよ。あれやるよ。行くよ。あれやるよ。準備 OK。 あれ、一緒に行くよ。行くわよ。一緒に行きましょう。はっ。こんな感じかな。やってやるか。足引っ張るんじゃねえぞ。ほらよ。次はドイツだ。こんなもんか。行きますよ。ついてきてください。えい。
待機します。戦闘開始だ。ついてくるんだ。遅れは取るなよ。アクセス。よし、一度待機だ。俺様の番だ。大したことねえぜ。油断は禁物よ。こっちよ。よし、行くか。やっ。よし。甘い。始めるぜ。よし、任せて。私についてきて。わかった。これで終わりよ。やりー。よし、さあ行くわよ。あれやるよ。次、行くわよ。一緒に行きましょう。は？やってやるか。足引っ張るんじゃねえぞ。こんなもんか。僕の番ですね。行きましょう。終わりです。戦闘開始だ。ついてくるんだ。いや、こんなものか。よし、行くか。こんなものかな。始めるぜ。暴れ足りねえぜ。やってやるか。足引っ張るんじゃねえぞ。これでいいだろう。行くよ。準備はいい？僕の番ですね。行きましょう。えい。よし、
俺の番だね。完了だね。よし、任せて。こっちよ。よし。仕方ないわね。始めるぞ。一度待機だ。どこを見てるんだい。始めるぜ。落ち着きやがれ。暴れ足りねえぜ。な、は、ほら行くぜ。足引っ張るんじゃねえぞ。こんなもんか。よし行くか。完了だね。油断は禁物よ。よし、さあ行くわよ。おしまい。仕方ないわね。ついてきて。ご愁傷様、こんな感じかな。僕の番ですね。ついてきてください。終わりです。戦闘開始だ。こんなものか。ほら行くぜ。これでいいだろう。さあ行くわよ。次次。俺様の番だ。大したことねえぜ。油断は禁物よ。よし。は？行きますよ。戦闘開始だ。一度待機だ。仕方ないわね。こんな感じかな。俺の番だね。やるなら今だ。息を合わせて。いい感じだね。これならいける。どうだ。うわ、次までかよ。ふう、終わったね。次も頑張ろう。
ようやく倒せた。あとはあの糸さえ引き抜けば。危ない、アブ離れて。まだ暴れるの？一体どうすればいいのよ。君たち離れているんだ。ここは俺がやる。何をする気なんですか？まさかその剣でバノッサを。やめてください。バノッサさんは決して悪い人じゃありません。少し気が荒いところはあるけど、僕の大切な恩人なんです。安心してくれ、俺は決してそんなことはしない。あ、ヴィスタリアスは誰かの意志を砕いたりねじ伏せたりするためのものじゃない。君がこの人を大切に思う心を、その絆を守って生かすための力なんだよ。あ、その方を信じてください、カノン様。彼ならばきっと大丈夫です。カノンさん、わかりました。どうかお願いします。バノッサさんを助けてく。もちろんだよ、任せてくれ。はあ、見て、剣が青く光をまとっている。彼の心をいびつに縛り付けている糸だけを断ち切れ。何？急に姿が変わって。すごい魔力。ひかけでの力だ。彼はきっと、どうしてかな。全然怖くないよ。なんだか包み込まれてるみたいに温かい感じがする。ええ、この光はあの方の心そのもの、絶望すらも切り開く強い意志の力なのです。君を案じる人がここにいる。さあ、戻ってくるんだ。はあ？バノッサさん！クノ、頼む。はい。大丈夫です。消耗はしておりますが、命に別状はありません。バノッサさん、よかった。これで目が覚めた時にはきっと君のよく知る彼に戻るはずだよ。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。礼には及ばないさ。助けることができてよかった。本当に糸だけを切っちゃった。すごい、なんて力なの。だから言ったろ、頼もしいやつだってさ。バノッサの周りを取り巻いていた禍々しい気配が消えている。一度家に戻ろう。バノッサを安静にさせ。そっか、クノンとあなたは同じところから来たのね。ああ、再会することができて本当によかった。他にも人を探さなければいけないし、このまま君たちの仲間に入れてもらえると助かるんだけど、どうかな。自分もです。主殿を探すためにもぜひご一緒させてください。もちろん大歓迎よ。あんな風にピンチを助けてもらったんだもの。賛成。僕も異議はない。勝手にすりゃいいんじゃねえの。ありがとう、よろしく頼むよ。レックス先生ともどもよろしくお願いいたします。さてと、話がまとまったところだが、いつまでもここでこうしているわけにはいかないな。そろそろ改めて出発するとしよう。バノッサはここで休ませていくとして、一人で置いておくわけにはいかないよね。私がここに残ります。後のケアはお任せください。うん、お願いね、クノ。あなたがついていてくれれば安心だわ。
アム様たちも無茶をなさらぬようお気をつけて。レックス様、皆様のことを頼みます。ああ、任せてくれ。僕も今はここに残ります。バノッサさんの看護をさせてください。それがいいと思うよ。バノッサの目が覚めたらカノンからいろいろと説明してあげてね。そうそう、カノンがいないとこいつってばまた腹を立てて飛び出していっちゃうかもしれないしね。はい、任せてください。カノン嬉しそうだったね。ずっと行方を心配していた兄貴分が見つかったんだ。当たり前だろ。そっか、そうだよね。しかしまあ、正気を失ったあいつの執念は呆れるほどだったぜ。実際のところあの野郎が現れなきゃあのままこっちがやられてたんじゃねえの。うん、あれだけ暴れられてたら私にはどうにもできなかったかもしれないわ。レックスたちが来てくれて本当によかった。いや、君たちみんなの意志が強かったからこそ彼を呼び戻すことができたんだ。それに俺の方こそこうして仲間に入れてもらって感謝してるよ。私たちとしては頼もしい味方が増えてくれて心強いんだけどね。レックスがこの世界にやってきた時はどんな感じだったの？それにその件って。ちょっとだけ事情があってね。俺は仲間たちと絶対に負けることのできない戦いに赴くところだったんだ。その前にアズリアと友人と話していた時にこっちに飛ばされてしまったんだ。あの時一瞬何かの影を見た気がするんだ。それがあなたをこの世界に呼んだんでしょうか？わからない。何しろ一瞬のことだったからね。いえ、そんな。心配でしょうね、そのアズリアさんって人のこと。でもアズリアのことだからきっとこの世界のどこかで無事でいるはずだ。でも早く合流しないと遅いって怒られそうだからな。不思議、この人の笑い方ってなんだか見てるとホッとするわね。それでレオルドはこっちに来た時どんな感じだったの？どうかした？いえ、先ほどから気になっておりましたが、あなたは自分の主殿と同じ立場におられるようなので。同じ？はぐれてしまったって。はい、自分はリーンバーグにてマグナという名の主人に召喚されました。そして兄弟子であるネスティ殿やアメル殿たちと共に旅をしていたのです。え？僕と、それにアメルだって。アメル殿を狙う黒の旅団の襲撃から逃れ逃走していた時、一気はぐれてこの世界に来ました。皆さんが今どうしているかとても心配であります。黒の旅団？それって私たちも経験したあの戦いのこと？おいおい、どういうこった？自分の主殿は男性でしたが、あなたは女性ですが、主殿と同じ立場にあなたはいる。こうして拝見している限り、あなたは我が主殿ととてもよく似た雰囲気をお持ちです。ん？つまり彼レオルドは僕らと同じ世界であって同じでない世界から来た存在ということか。その世界での君の主人はトリスと全く同じ立場にいるマグナという男だったんだな。そしてレオルト、君自身は今のバルレルの立場にいたということか。その通りです。ああ、私が男だった？そんなことって別の次元にいるもう一人の自分ってことかな。何が起きたって不思議じゃないわよ。私にとってはあなたたち全員がびっくり箱みたいなもんだし。そうか、不思議だけどそうなのかもね。そんなことは考えたこともなかったよ。けど誰にでもどこかにそういう存在がいるのかもしれないな。ひょっとしたらこの先自分であって自分でない一人の存在と
この世界で出会うかもしれないね。なんかちょっと複雑な気もするけどね。だな。俺は今ちょうどそんな気分だぜ。ようやくたどり着いたね。これが絶死壁。すっごい大きいね。これなら世界を隔ててるって言われても、まあ本当に糸で作られてるんだな。それに大きな魔力を感じる。向こう側に行くためのドアとかはやっぱりないよね。あったら苦労しねえよバーカ。こんなに大きいんじゃ落ち登るのも無理。これは一筋縄じゃいかなそうだな。でも今はここから取り組むしかないもんね。よしやろう。みんな考えられること片っ端から試してみようよ。んじゃまずは私からね。疲れた。これだけいろいろ試してみても傷一つついていないか。なんて頑丈なのよ。びくともしないじゃない。剣もダメ、銃もダメ、召喚術でもダメだなんて。糸にしちゃ頑丈すぎない？レックスの剣でも切り払えないなんて。ただ硬いだけじゃないな。この壁の表面が衝撃を巧みに受け流してるんだ。これを破壊するのは至難の技だぞ。でも諦められないよ。アム？なんでかな？さっきからすごくこの向こうに私たちが求める謎を解く手がかりがきっとある。そんな気がするの。この壁さえ壊せればみんなで行けるのに。アムが触れたところから糸がほどけていく？何？この感覚。手のひらから壁が崩れて。びくともしなかったのに。アム、あなた一体何をしたの？何も、ただ触れただけ。なんだこの光は。まずい。こうして戸惑うことしかできないほどあっけなく世界を区切っていた壁は崩れ去った。白い光の先で待つ大いなる真実、それがこのフィルージャに、そして自分自身に何をもたらすのか。この時の私はまだ何も知らずにいた。出番か。
ミャグ。どうしたんだい、リンネ。ミャグ。ああ、そうだね。昨夜は眠らなかったよ。眠りなんて私にはそんなに必要ない。ミャグ。何をそんなにって。あれを見ていたんだ。この世界に落ちてきたものがいる。また糸に引っ張られるようにしてね。ここ食材の買い出しに来て行き着いた先が野原ってどういうことよ。あー疲れた、動きたくね。こらあんま大声で騒ぐなよ、ご近所迷惑だろ。迷惑のかかるご近所がどこにあるってのよ。出会うものといったら木と岩と草ばっかりじゃないの。だから騒ぐなって。なんとかするために動き回ってんだからさ。なんともなってねえじゃん、ヘポコ。そうよ、目が覚めたら全く知らない場所でぶっ倒れてましたなんて。平気でいられるあんたの方がおかしいわ。ない、いいから少し静かにしてくれよ。うわー、お前らな、散々文句垂れといてこれかよ。鳥が飛んだだけだっつの。別に怖がったけど、3人ともみんな無事でいるんだ。こんなわけわかんない状況だけど、それだけでも幸運だろ。それはまあそうだけどさ。確かにそうかもな。悪い。よし、じゃあ気を取り直して歩くぞ。来たってことは帰る道もあるはずだ。暗くなる前にどうにかしたいわね。お腹も空いてきちゃったし。腹？ああそうだ、確か予約のお客さんって今夜だったよな。ディナーのスープ下ごしらえまだだった。まずい、本当に早くしないと間に合わない。せっかく最近店の評判上がってきたのに。予約客を締め出す店なんて噂になったら、うわー考えたくない。ライン落ち着け。そうよ、案外すぐ見つかるかもしれないしね。ね、あまた一から星集めか。そうだリューム、えお前なんとかできそうじゃないか。シリュウの知識と力だよ、心当たりがあるんじゃないか。そうよ、一気に町まで帰れちゃう地図とか使えないの。そうか、やってみる。うん、腹減った。何よそれ、お腹の具合じゃなくて方法は。もしかしてそういうのできないの。できないっていうか思い出せないっていうか。ちょっと頑張って思い出しなさいよ。なんか変な感じなんだよな。変な感じ。いつもみたいにやってるのにうまく魔力が出せないっていうか、出し方ど忘れしてるっていうか。ど忘れ、こんな肝心な時に。しゃあないな、ったく。じゃあ殴ったら思い出すとか。ふざけんな、それでも親代わりかよ。なんだよ冗談半分で。なんだ。なんか見られてないか。それもあんまり良くない感じ。見られてる？私には分かんないけど君悪いわね。敵か。そこまでは断定できないけど、よく周りに気を配っとけよ。普通の人間にはわからない。アロザイドの俺だから感じてるのか。誰だ、隠れてないで出てこいよ。だんまりか。さっきから見てるのはわかってんだぞ。こそこそしないで姿を見せろ。あの少年、
私が見ているのに気づいたのか。うん、初めてだね。イスト、コーヒーを入れたんだけど、飲むかい？クッキー、一緒に作った。イスト、無視、よくない！あれ、もしかして苦手だったかな？それなら紅茶も用意するけれど。いや、思考の偏りはないよ。ちょっとみんな早くしてください。コーヒーが冷めてしまうでしょ。って、またビジョンばっかり見てるし。まあ、君たちと同じ境遇のものを見つけて。なんだって？リーンバームから引っ張られてきたってことか。僕たちの他にも、このフィルージャに。生物は珍しくないが、文明を持つ君たち人間は希少だ。画面の左に映っている数は3。知り合いかい？ペリエ、知らない。僕も初めて見る顔だけどな。トルク、そんなに年変わらない。その辺の子供と同列に扱わないでくれないか。僕は一流の家事師なんだ。中央の少年がこちらに気づいた。どうやら彼は驚異的な知覚力の持ち主のようだ。君たちとはまた異なる魔力の帯同を感じるのだ。どう思う、ホルス？どう思うって僕が言えるのは、彼らをこのまま見過ごしてはおけないってことだよ、イスト。見知らぬ世界で彼らは迷子になってる。すぐに保護してあげないと。なぜ？え？リンネの外に出れば魔物が多数跋扈している空間だ。実際君たちも奴らの襲撃を受けただろう。私がリンネの体内に招かなければ今頃どうなっていたかは明白のはずだ。関係性の構築されていない他者のために再びその身を危険にさらすことは理に合わない。イスト、言ってること難しい。わからない。イスト、確かに理には合わないかもしれない。だからこれは命の恩人であるあなたに反抗してしまう形になるけれど、異界にまつわることで困っている人を救うのは朝廷召喚士である。うん、ペリエもお兄ちゃんと行く。放っておけばいいじゃない。面倒ごとになりそうな予感しかしないし、あの子たちすっごい警戒心むき出しの目をしてるよ。切りつけられるんじゃないの？うん、トルク、白状者だから友達が少ない。それは関係ないだろ。とにかく僕ら助けに行くよ、イスト。外への通路を開けてくれないか。そうか、好きにするといい。ありがとう、ペリエ、トルク、行こう。オム。って僕も？まったくもう。理ではない。だからこそ理解できる。ああ、向こうの二人もそれぞれ勇者たちと出会ったのか。長い間何の変化もなかった世界に出会いか。気になるのかって？別にどうでもいいよ。ただこうして命ある者同士が出会うのは予想していなかったから。眺めるくらいには興味を惹かれたんだろうね。ちょっと何なの？誰かに見られているなんて気味悪いわよ。けど注意してみたら、ちょっとなんとなくだけど変な感じだぜ。何か来る。二人とも俺の後ろに下がってろ。はあ、冗談じゃないわ。自分の身くらい自分で守れるっての。どう
忘れがなんだ、力が出ないのがなんだ、バカにすんじゃねえ。ド忘れは本当に何とかしなさいよ。待ってくれ、怖がらなくて大丈夫だから。うむ、レディエたち助けに来た人、ようやく出会った。それも助けるって。待てよリシェル、敵か味方がまだ分かんねえぞ。自分から怖がらなくていいなんて言うやつ、大方悪人って相場が決まってんだぜ。二人とも足早すぎだよ。変なの増えたな、気弱そう。はあ、変なのってなんだよ。最近の子供って礼儀も知らないわ。これでも僕結構強いんだよ、本来ならだけど。努力うるさい、うじうじするの男らしくない。ほん、怪我はしていないようだね。無事でよかった。俺たちのこと見ていたのあんたらか。ああ、ついさっきビジョンで見せてもらってね。ビジョン見せる？どっかに人の暮らすような場所でもあるってのかよ。そう、そこなら安全が保証されている。君たちのことも案内したいんだ。外は魔物がたくさんいて、いつ遭遇するかわからない。子供たち3人なんて危険すぎる。騙されねえからな。あんたらだって人に化けた魔物かもしれねえだろ。うん、やっぱり面倒じゃないか。お兄ちゃんもペリエもトルクも魔物違う。証拠あるの？敵じゃないっていう確実な。僕はユクロスの朝廷召喚士だ。そしてペリエは僕のクロス。そしてこの共鳴石が召喚したる証だ。朝廷召喚士だって？それにユクロス？共鳴石？ユクロスを知らない？とんでもない不勉強だね。知らねえもんは知らねえよ。出任せとしか思えねえ。ともかく僕は異界の住人や物事に関係したいさかいや問題があったときに、間に立って解決へと導くのが使命なんだ。だから今君たちのことも助け。一応私召喚士の端くれよ。でもユクロスなんて聞いたこともないわ。でたらめ言わないでちょうだい。召喚士なんか。それなら君のクロスはどこだい？はぐれたなら探さないと。え、いきなり何を。召喚士とクロス、いつも一緒。絶対離れない。心つながった仲間。そこのアジンの子、いや竜人族かな。その子が君のクロスなら問題ないんだけど。そんなんじゃねえ、俺はしょ、いいから今は黙っとけ。あんたたち本当に召喚士なわけ？大方モグリの下道召喚士ってところでしょう。記憶が混乱してるのか。僕らも落ちてきた時は曖昧だったから。落ちてきたって意味わかんねえぞ。僕たちはリーンバームからこのフィルージャに無理やり引っ張られてきたらしいんだ。記憶の混乱や一時的な物忘れはその時のショックのためらしい。この世界はフィルージャってとこで、あんたたちもリーンバウムの住人だってことか。だからそうだって言ってるじゃないか。いい加減理解してくれないかな。へっ、うっさんくせ。それにこいつすっげえムカつく。悪いけど
あんたたちは信用できねえよ。信じない。なぜ？話が噛み合ってねえんだから当然だろ。だからほら、こうやって洗顔の刻印の入った共鳴石を証拠として見せてるじゃないか。これはユクロスの朝廷召喚使しか持っていないものなんだ。確かに不思議な力を感じるけど、召喚使が持つのはそんな石じゃないわ。サモナイト石じゃなきゃ召喚術は使えないもの。サモナイト石だって？その召喚方法はずっと昔に。適当にダマくらかして俺たちをどうにかしようってんじゃねえのか。誰が乗ってやるか。ムカ、ちっこいの分からずよ。よくない。ちっこくね。わざわざ保護してやりに来たのに、なんて失礼な奴らだ。ね、なんですって。礼儀知らずはどっちよ。上から目線でズケズケと。まあな、保護してくれなんて、んなことこれっぽっちも頼んだ覚えなんてねえよ。デリエ、トルク、君たちも一度落ち着いてくれ。ともかく一緒に来てほしいんだ。仲間の比例は詫びるよ。信じてくれなくてもいいから、せめて安全なところで話し合いだけでもできないか。どうしてもって言うんなら腕ずくで引っ張っていけよ。分かってもらえないか。参ったな。それで君が納得してくれるって言うなら致し方ない。ようやくやる気になったんだな。望むところだ。ありゃ、こいつ早い。もう一発だ。やっちまえライ。お兄ちゃん危ない。子供だと思ったけど、すごく実践的な剣筋だ。傭兵や騎士って感じじゃないな。大君って一体何を。敵かもしんないのに気安く呼ぶなよ。俺はただの宿屋の主人だよ。な、もう一丁。マスター、子供相手に手こずらないでください。情けないですよ。せっかく僕が鍛えた武器を使ってるんだから。そうは言うけど、そこらの剣士よりこの子の方がよっぽど強いよ。こりゃ無駄口叩いてっとしたかもぜ。ただの宿屋の主人とは到底思えない剣さばきだね。降参したくなってきたよ。手加減しといてよく言うぜ。あんた、え、ライ相手に手加減。まさか。しっかりと見抜かれてたか。やっぱりすごいよ。怪我させないように気遣ってたのは打ち合ってすぐに分かったぞ。踏み込みは全然浅いし、切りつける時の速さもないし、甘く見られたもんだ。まあ連れはともかくとして、あんたが悪意を持ってないことは認める。ライ君、それじゃあ君なんて柄じゃねえし、気持ち悪いからやめろ。うむ、二人とも仲良し。味方って認めたとは言ってねえぞ。打ち合って和解するなんて短絡的だよ。思考回路がわからない。うっせえな。無駄な喧嘩はしないってだけだ。それであんたたちリーンバウムから来たって言ったよな。朝廷とか気候とかわけわかんないけど、少なくとも帝国の人間じゃないってことか。三人は帝国の出身なのかい？僕らがいたのはセイバールという都市で。ディシェル！いや、なんなのよこいつら！近寄んないでってば！はぐれ召喚獣か。いつの間にこんなに近くに。はぐれ召喚獣？そんなの大昔の文献で見ただけの。ディシェル！
危ない、下がれ。ペリエ、彼女。ペリエに、ありがとう。ちっちゃいのに力持ちなのね。仲間、助ける。当然。仲間？うわ！大丈夫、トルク。ありがとう。おっと、なんだよ、押し戻されてんじゃねえよ。手厳しいな。でもあんまり笑ってもいられないかな。ダイ、不本意かもしれないけど力を貸してくれないか。その剣技、味方だとすっごく心強いんだけど。リシェルを助けてくれた借りがある。それを返すだけだぜ。行くぞ。おっ、僕の出番だね。まだまだ。いい感じだね。私の番ね。よし、出番だ。
よ。僕の出番だね。そこ。なっ。いい感じだね。おっしゃ、行くぜ。行くぜ。うん、ここまでだな。この始めるわよ。集中集中。そこ。こんなものかな。任せた。おっしゃ、行くぜ。ここまでだな。集中集中。私の番ね。
こんなものね。おっしゃ、行くぜ。やっ、どんどん行くぜ。こんなとこかな。そこ、僕の出番だね。油断してるとやられてしまうよ。いい感じだね。ここまでだな。僕の出番だね。こんなものかな。任せた。やっ、どんどん行くぜ。そこ、ここまでだな。これからだ。そこ、こんなものかな。
いい感じだね。なっ、ふっ、こんなものかな。私の番ね。こんなものね。おっしゃ、行くぜ。ここまでだな。諦めるわけにはいかない。もう大丈夫。いい感じだね。始めるわよ。ここまでだな。これからだ。任せた。私の番ね。こんなものね。出番だ。ここまでだな。諦めるわけにはいかない。僕の出番だね。いい感じだね。始めるわよ。よし、出番だ。ここまでだな。なっ、ふっ、そこ、やっ、あたしの番ね。集中集中。
頑張ろう。任せた。どんどん行くぜ。